さあ今回は水族館でとっても大切な存在であるある方の密着動画となっております。サムネイルでもうバレてしまっていますが、早速ある方の元へ向かっていきたいと思います。おはようございます。品川水族館の獣医さんです。さあ今日は獣医さんの一日に密着したいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ今はちょうど8時過ぎたあたりですけれども、はい、早速密着していきますが、獣医さんの朝一番のお仕事って何ですか？まずは館内を全部巡回して、何か異常がないかを確認していきます、はい。まずは魚たちを見ていきます。ちょうど水族館の入り口、一番最初にある水槽ですね。はい、何か呼吸がおかしい子がいないか、動きがおかしい子がいないかなどを確認していきます。はい。獣医さんはお魚も見るんですね。はい、水族館の生き物すべてを見ています。あ、どんどんと水槽を見てまいりましたけれども、はい、獣医さんは、はい、獣医になろうって思ったきっかけって何ですか？いろんな動物を自分で見たい、見てみたいなっていうのが一番で、深くで見れるところを持ってなくて、獣医さんを選びました。最初なんかこう、今水族館の獣医さんやってくださってますけど、はい、最初から水族館の獣医さんの希望だったんですか？いえ、特にいろんな動物が見れればいいかなっていうので、うん、動物園とか水族館でお仕事を探してました。ちなみに好きな動物とかいるんですか？好きな動物は全部で言うと、うん、牛とか。牛？そうなんだ。水族館で飼っている子たちだと、うん、今はアザラシが一番です。アザラシ？シルエット的に。初知りです。他なんか水族館に入るまでにどっかでやられてたりとかしたんですか？はい、他は今まで動物園とか動物病院とかで働いていたので、一応ちっちゃい魚からお父さんまで見た経験はあります。いやすごい。プロすぎますね。浅く広くやっての生き物見れるって、めちゃめちゃ大変じゃないですか？でもやっぱりいろいろとこう知識を入れていかないと、うんうん、いろんな動物を見れなくなってしまうので、うんうん、少しずつですが、うん、はい、お勉強をしている感じですね。すごい、もう大尊敬でございます。はい。1階から、地下1階の方まで来ましたけど、はい、これでお魚が一旦見終わりましたね。そうですね、一周見終わりました。はい、次は怪獣チームの続いては次
を見ていきます。はい、今日も元気ですね、はい、そうですね、うん、ペンギンは歩き方がおかしくないかとか、うん、呼吸が速くないか、遅くないか、うん、なんか注意して、チェック OK。次はアザラシです。アザラシ、このアザラシ館のアザラシたちを見ていきます。はい、いますね。どうだけ顔を出しています。はい、じゃあこれで朝の見回りは終了ですか？そうですね、一周見終わったので、うん、これで一度朝の巡回を終わります。はい、今日も動物たちは特に変なところもなく、うん、いっぱいだったので、うん、この後日中何か起きないかまたしっかり見ていきます、うん、はい、じゃあまずは朝の一番最初のルーティーン、はい、そうですね、朝の見回りは終了です。終わります。お疲れ様です。お疲れ様です。次のお仕事は何ですか？ペンギンの部屋を掃除していきます。はい、お願いします。はい、掃除してる時もペンギンの泳ぎがいいんじゃないかとかも確認していきます。はい、朝のこの掃除ならではのチェックポイントとかありますか？一緒に便とおしっこを観察していきます。便とおしっこですね。茶色く見えるのが白く見えるのがおしっこですね。一緒に同じところから出てくるので、うん、混ざって見えるんですが、うん、一応成分が違ったりするので、あとは便の状態、あとは、うん、尿の色とかを一緒に見ていってます、うん、いいうんちといいおしっこですか？そうですね、これは問題なく健康です。綺麗なものなので流しちゃいます、うん、はい、はい、結構うんちだったりとか見るのはすごい大切なことなんですか？そうですね、やっぱり毎日するものなので、うん、一番変化が分かりやすいところかなと思います。うーん、8時から見回りスタートしてますけど、はいはい、獣医さん何時起きですか？今6時ぐらいですかね。6時起き6時半にお家を出てます。おお早い。やっぱり冬でかなり寒いので朝が辛いですね。辛いですね。冷たそう、汗が。水族館に行っても基本は
水仕事なので、うん、みんな手がガサガサですこの時期は、うん、この後はまた細かい部分を一応チェックしていって、うん、掃除は終わりになります。はーい、ペンギンランドの掃除完了。完了です。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今度は何ですか？はい、この後はちょっと餌を食べなくなってしまった犬ザメに餌を作っていきます。はい。そのまんま魚の切り身をあげるだけだと、はい、うまく食べてくれないので、うん、ちょっと形を変えたり、あげる大きさを変えたり、いろんな工夫をしてあげたりしています。はい、はい、なるほど。基本的には飼育のスタッフにやってもらうことが多いんですが、ちょっと病気の子だったり、はい、治療が必要な子だったりすると獣医が作ったりすることもあります。はい、これは餌なんかも使うようにすることが多いですね。はい、実際に調子が悪くなった子とか、あとは、あらかじめ数の多い子が多くなっちゃった子たちをこう裏で飼育していて、毎日、うん、何かあった時にすぐに目に出せるようにしておいたり、うん、裏で大きくなるまでこう育ててあげたりっていうので、リアクションがないですね。食べたくないですかね。そうですね。反応してくれる子だとここで、こう吸うような感じで餌を飲んでくれたりするんですが、うん、まあ、残念ながらこの子は今まだミンチには反応してくれませんね。完全に嫌がられてます。はい、続いてはコツメカワウソに餌をあげていきます。実際に、普段メインに餌をあげているのは飼育の方々なんですが、私たち獣医も餌をあげることによって動物をより近くで見ることができるので、これも動物の状態の確認に役立っています。それではこの2つ目カワウソのニコに餌をあげていきます。はい、ニコビ、今はどんなところにこう注目しながら餌を与えてるんですか？口の中の状態とか、うん、あとは餌を追いかけて歩いた時の歩き方なども注意しこんな風に餌をあげながら、口の中の状態だったり、今の反応を見たり、あとは歩き方を確認したりしています。ありがとうございます。切れんなよ。
にちは。はい。それを取ったんですが、この後の、感染予防、感染症の治療っていうので、まあ、鼻にお薬を入れてあげているんですが、ちょっと実際にあげてみて、カメラ様子を見ながら、今日は薬を入れていきたいと思います。はい、お願いします。こっちがいい。一回、はい、点鼻やってみて。はい。出ない出ない。よいしょ。怖い。行きます。染みますか？染みないと思います。多分これで今飲んでくれたかな。喉も動いたので、これで鼻から口の方にお薬が流れていって、実際に感染が起きていそうな鼻と口の治療ができるかなと思います。こっちの鼻だけでいいですか？そう、こっちだけ。両方やっててもいいんだけど。あ、いつも両方やってました。でも海があるのが、確実にあるのがこの白いのだから。あ、わかりました。ということで、まあ、簡単な治療ですが、なかなか自分からは上がってきてくれない子なので、まあ、お水から出してこうやって治療してあげたり、また実際に水の中にいる子だと薬が水と一緒に溶けていっちゃうので、実際にこうしっかりした治療をしてあげるときは、水から出して、実際に動物の患部を見ながら、治療することが大事になってくるかなと思います。鼻息がちゃんと伝わってきますもんね。はい、ということで午前中はこんな感じでお仕事をしてきました。これからお昼ご飯を食べて、また午後編の撮影をしていきます。それでは最後に締めコメントお願いします。はい、それでは最後にチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。これから私はお昼でラーメン食べます。バイバーイ。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。バイバーイ。します。はい。OK。行きまーす。はい、チーズ。もう一枚行きまーす。はい、チーズ。OK でーす。はい、ありがとうございまーす。いいサムネができそうです。はい。バイバーイ。